ノーチラス、潜水艦。ノーチラスは、アメリカ海軍の潜水艦。ナーワル級潜水艦の一隻であり、の一隻、艦名は、オウム外科に属する、等速類の総称にちなむ。その名を持つ艦としては5隻目。当初は V-6、SF-9 の艦名であったが、1925年2月11日に SC、SC-2 に、艦種変更される。 1927年5月10日に、カリフォルニア州バレーホノメア,アイランド海軍造船所で、寄港、1930年3月15日に、ジョアン・キースリングによって浸水し、1930年7月1日に、艦長トマス・ジェイ・ドイル少佐の指揮下収益する。V-6 はニューロンドン沖で特別潜水試験を1931年3月まで行う。 その後1931年2月19日にノーチラスと改名され、1931年7月1日に船体番号 SS-168 を与えられた。ノーチラスは新珠湾で第十二潜水艦隊の機関となる。その後カリフォルニア州サンディエゴの第十三潜水艦隊に転属し、1935年から1938年まで活動する。 ノーチラスは再び、真珠湾を母校とし、10年にわたって、訓練活動、艦隊演習といった規則的なスケジュールを維持する。1941年7月に近代化のため、フェアアイランド海軍造船所に入り、無線機、機関、フェアバンクスイコールモースディーゼルエンジン、換気装置が換装された。作業は翌年春まで行われた。その間に、真珠湾攻撃があるアメリカは、 第二次世界大戦に参戦。ノーチラスは、アナポリス1927年組の指揮下、戦争に参加することとなる。1942年4月21日、改修が終わったノーチラスは、サンフランシスコを出港し、真珠湾には4月28日に到着した。5月24日、ノーチラスは、ミッドウェイトー島近海に急行するよう命令を受けた。この方面に、 日本の艦隊が進行してくることが予想されたためである。ノーチラスはミッドウェイ島西方洋上に配備された9隻の潜水艦のうち北から3番目にいた。そしてミッドウェイ海戦を迎える。6月5日4時55分頃、ノーチラスは水平線上にマストを発見。日本の航空機がノーチラスの潜望鏡を発見して機銃奏者を浴びせてきたので、 ノーチラスは30メートルの震度に先行し、しばらくしてから潜望強震度に浮上した。5時10分頃には、それは駆逐艦を前にやって航行中の戦艦と巡洋艦であることを確認。戦艦は霧島であり、巡洋艦は軽巡洋艦長領だった。ノーチラスは航空機が飛来してくるのを確認し、再び30メートルの震度に先行。しかし、 無観測で進んだ結果、ノーチラスは、ナグモ軌動部隊の真っただ中にいた。折下ミッドウェイから、機動部隊を攻撃する航空部隊もおり、混乱が起きつつあった。8時頃ノーチラスは、再度戦闘強震度に戻ると、霧島が、時間の左辺側前方2700メートルに位置しているのを確認。直ちに魚雷2本を発射した。しかし、1本は、 魚雷発射管に引っかかって発射できなかったし、うまく発射された一本も結局は命中しなかった。ブロックマン艦長は2回目の攻撃の準備にかかるよう指令したが、そうしている間に、霧島は25ノットのスピードで去っていった。8時30分頃、周囲の駆逐艦が直ちに反撃してきたので、ノーチラスはそのうちの一隻である駆逐艦嵐に向けて魚雷を一本発射したが、 被された。九時頃、再度戦亡強震度に戻ると、駆逐艦の攻撃に、ノーチラスは深く先行して、爆雷攻撃が収まるのを待った。ノーチラスが海中でじっとしている頃、海上では一大ターニングポイントが起こっていた。ほとぼりが冷める頃、ノーチラスは浮上して新たな敵を求めた。十二時五十三分頃、ノーチラスは三隻の炎上する艦船を発見した。 この3隻は、クラレンス・マクラスキー少佐率いる空母エンタープライズ、アセスエンタープライズ、CV-6 所属の SBD ドン・トレス隊の奇襲で、被弾炎上した空母赤木、かが、総流である。ノーチラスは、一旦は、無傷の戦艦か巡洋艦を攻撃しようとも、考えたが、結局は時間に近い手追いの3空母のうち、一番手前の空母を攻撃することとした。 ノーチラスは空母に向けて、距離2700メートルから魚雷4本を発射。2本は空母をかすめ去り、1本は発射できなかった。残る1本は空母に命中したが爆発しなかった。護衛の駆逐艦萩風と巻雲が爆雷を投下し、ノーチラスを追い払った。ノーチラスは、長い爆雷攻撃から逃れることに成功した。6月7日、ノーチラスは15日間の行動を終えて、 ミッドウェイ島に一旦帰島。ブロックマン艦長は、海戦での戦闘行為が評価され、海軍十字章が授与された。なお、ノーチラスが来撃した空母は、かつては総流であるとされ、の調査で、総流撃沈は、ノーチラスと航空機による共同戦果として扱われた。しかし、後に、ノーチラスが攻撃した空母は、加賀であるという見方が出てきた。実際、 カガの乗組員が来席を目撃しており、乗組員の中には慌てて海に飛び込む者もいた。ジェニックの認定は、総流がカガである可能性以外は一応は受け入れられている。ただし、不発魚雷だったためか他の理由か、機動部隊戦闘商法と第一航空艦隊戦闘商法では、この飛来撃につては触れられていない。二日後の六月九日、補給を終えたノーチラスは、 紹介を再開し、日本近海に進路を向けた。出撃前、ブロックマン艦長のところに、太平洋艦隊潜水部隊司令官、ロバート・イーチ・イングリッシュ少将から次のような秘密命令が届いた。相模湾に侵入し、六ン地方で、葉山御用邸を砲撃せよ。イングリッシュ少将の目論みは、同リットル空襲の向こうを張る派手な作戦を、海軍でも言って、 面目を施そうというものであった。しかし、日本の国力の衰微につけ込んで我が物顔に、日本の海岸にまで踏み込んで行動した、戦争末期とは、事情が異なっていた。この作戦はほとんど自殺行為であると判断した。ブロックマン艦長は、命令は受領したものの、結局は、この命令を独断で握りつぶした。6月20日までには、ノーチラスは、 日本とマーシャル諸島間の補給路の北端に到着していた。6月25日、ノーチラスは勝浦沖で一隻の駆逐艦を発見した。これは大港から柱島白地に単艦向かっていた駆逐艦産風であった。ノーチラスは山風に対して巨雷4本を発射し2本が命中。山風は左舷側に倒れて沈没していった。 ブロックマン艦長はこの様子を、戦望鏡越しに撮影した。6月27日夜にはサンパンを撃沈。6月28日16時30分頃、ノーチラスは、野島崎東大沖で水上規模艦千代田を発見し、来撃したが、日本が千代田の後方にそれて命中しなかった。間もなく、付近にいた、不設堤浮島第17号総海艇。 横須賀所在のカゲロウなどが現場に急行し、爆雷攻撃を行った。ノーチラスは60メートルの深度に先行したが、爆雷攻撃により火事系統が損傷。油圧系やエンジン部分にも損傷があった。ノーチラスは損傷の度合いを調査し、思いのほかダメージがあったことを勘案して、紹介を打ち切った。7月11日。 ノーチラスは48日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。帰島後、ブロックマン艦長は、イングリッシュ少将に御用邸砲撃のことを聞かれたが、ブロックマン艦長は、返事代わりに沈む山風の写しを提出。イングリッシュ少将は、命令を保護にされたことを忘れたかのように、大喜びして、写真を記者団に公表。雑誌の表紙等、繊維公用のために使われた。 8月8日、ノーチラスは2回目の紹介で、ギルバート諸島方面に向かった。8月に入り、ソロモン諸島方面では、アメリカ軍がガダルカナル登場陸を手始めに、本格反抗作戦に入ったので、その目そらしとして防備が手薄なギルバート諸島への奇襲が立案された。作戦は、太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ。 大将からノーチラス及びアルゴノート、アセスアルゴノート、SS-166 に対して命じられ、ノーチラスとアルゴノートは、マキン艦賞に222名の海兵隊を、奇襲上陸させることとなった。ノーチラスには、奇襲作戦指揮官ジョン・ M ・ヘインズ海軍中佐が、アルゴノートには、部隊指揮官海兵中佐がそれぞれ乗り込み、部隊は2隻に分譲した。部隊の中には、 アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領の長男のジェームズ・ルーズベルト海兵中佐もいた。ノーチラスは8月16日早朝に予定の会合展に到着し、夜になってアルゴノートと会合に成功。部隊は直ちに16隻のゴムボートに分乗し、マキン・艦ンに向かっていった。マキン・艦ンでは3時15分頃から、奇襲部隊とマキン守備隊の交戦が始まっていたが、 ノーチラスからは、様子が伺えなかった。朝7時になって、カールソン中佐から、マキン艦渉、ウキアゴン岬にいる、思われる、守備隊を砲撃で撃滅するよう要請があり、ノーチラスは早速砲撃を行い、敵拠点や、監視艇などを破壊したものと思われた。10時を過ぎ、日本の航空機が、守備隊の援護と奇襲部隊の撃滅で飛来してきたのを、見てノーチラスは先行。 その後浮上したが11時30分と12時55分にも攻撃を受けた。陸上ではカールソン中佐が航空機の飛来と住民情報で日本の増援部隊がやってくると判断して17日中の撤退を開始。しかし、後天と隊員の疲労で撤退はままならず7隻のゴムボート及び100名弱の隊員がノーチラスとアルゴノートにたどり着いただけであり、 ノーチラスと、アルゴノートは、島の隊員に激励信号を送るのみであった。翌8月18日にも撤退作業は続けられたが、定式水上偵察機の攻撃で先行を余儀なくされたので飛没後まで中断された。この間、島に残ったカールソンらは、自分たちは見殺しにされたと勘違いして、降伏の用意をしたが、ここに来てようやく、 マキン守備隊がいなくなっていたことに気づいて、物資の破壊や重要資料の捜索などを行った。はぐれた9名の隊員を除く隊員は残存のゴムボートを使って、マキン島を脱出、収容された。カールソン隊の損害は、戦死、不明30名だった。8月25日、ノーチラスは18日間の行動を終えて、アルゴノートと共に、真珠湾に帰島。作戦は、 日本軍守備隊を壊滅させて戦術的勝利を収めたが、対空砲など設備の破壊は不十分で暗号書や捕虜の獲得にも失敗し、日本軍の目をそらす狙いも果たせなかった。しかも日本側は教訓によりこの方面の防備を著しく強化したため、後のバルバニック作戦、特にタラワの戦いでアメリカ軍は大いに苦しめられることとなる。 9月15日、ノーチラスは3回目の紹介で、日本近海に向かった。9月27日22時過ぎ、ノーチラスはの地点で、第6多門丸、八馬汽船、4994トンを発見し、攻撃。相手の反撃を排除しつつ先行して、攻撃を続け、被弾した第6多門丸は栄光されたものの、翌9月28日朝に、八の沖で沈没した。 10月1日には、シリアザキ東大沖で南西に向けて航行中の、昇る丸、岡田商船2432トンを来撃し、魚雷3本を命中させて撃沈した。10月11日、ノーチラスは、都近海で、先行南下中に爆撃を受けた。ノーチラスは、以後数日間にわたって攻撃を受け続け、特に10月12日から13日にかけては、 駆逐艦の風、沼風を含む艦艇軍による爆雷攻撃を受けた。この攻撃で、後部魚雷発射艦のうち二つが浸水、六ンチ砲の金具も圧壊し、格式機銃も不具合が生じた。ノーチラスは、なんとかここを逃れると、応急修理の上紹介を続け北上した。10月25日未明にはの知り屋崎東大沖で、からぐも丸、換気船。 4643トンを撃沈。さらにサンパンも撃沈した。ノーチラスは10月31日にミッドウェイ島に帰港。11月5日、ノーチラスは56日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。12月13日、ノーチラスは4回目の紹介でソロモン諸島方面に向かった。12月31日、ノーチラスは トエプ港で3名の子供を含む26名の避難民を救助、収容作業は年を越して行われた。作業終了後、ノーチラスは紹介を続け、1943年1月9日にはの地点で吉野川丸、東洋海運1422トンを撃沈。1月19日には、津良木島、西方270海に地点で駆逐艦秋月を発見し、 魚雷二本を命中させ撃破したが、一本は不発であった。2月4日、ノーチラスは55日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。その後、ノーチラスは、真珠湾に開港され、4月15日に到着。5日後の4月20日にダッチハーバーに向けて、開港、4月27日に到着した。5月1日、ノーチラスは5回目の紹介で、 アリューシャン列島方面に向かった。ノーチラスには、アッツ島に極秘上陸させる第7不評特別部隊のうちの109名を乗せていた。5月11日、ノーチラスは、アッツ島の北端近海でナーワル、アセスノルボル、SS-167 と会合。ナーワルもアッツ島に極秘上陸させる部隊105名を乗せており、この2つの部隊は、来たるべき。 アッツ島の戦いに先駆けて一種の追払いとして予備的に上陸するものであった。アッツ島への本格上陸作戦が行われる前日の5月11日、ノーチラスとナーワルはゴムボートに乗した部隊をアッツ島のスカーレットビーチに無事上陸させて任務を果たした。5月25日、ノーチラスは36日間の行動を終えて真珠湾に帰島。 メアアイランド海軍造船所に開港されてオーバーホールに入った。艦長がウィリアム D ・アービン、アナポリス1927年組に変わった。9月16日、ノーチラスは6回目の紹介でギルバート諸島方面に向かった。この紹介では来るガルバニック作戦に備えるためのギルバート諸島の写真偵察を主任務として命じられた。これらの島々は 前年のマキン奇襲以来戦力が強化されていると考えられていた。ノーチラスは戦争鏡越しにタラワ、クマ、ブタリタリ、アベママ、そしてマキンの各島島の地形と海岸線を撮影。これらの写真の大部分は作戦で大いに活用された。ノーチラスは写真撮影を終えると真珠湾に向かった。10月17日。 ノーチラスは31日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。11月8日、ノーチラスは7回目の紹介で、ギルバート諸島方面に向かった。ガルバニック作戦開始に伴い、ノーチラスは水陸両用部隊の幹部や兵その他を乗せ、同方面で救助や気象調査などの特別任務に服した。月日に担当海域に到着し、 気象情報を通報。以後二日間は、救助任務に当たる予定だった。ところが、11月19日夕刻、駆逐艦、アセスリンゴルド DD、DD-500 は、ノーチラスを発見し、敵潜水艦と誤認して5インチ砲で砲撃。そのうちの一発が、ノーチラスの司令塔に命中したが、幸いにして、不発弾であった。2時間に及ぶ、応急修理で、 紹介を続けることが可能になった。ノーチラスは方面に移動し、同等に第七不評特別部隊と、オーストラリア陸軍特殊部隊の混成部隊78名を、登させることとなった。11月20日深夜から11月21日に、かけて、ノーチラスは、安倍ままに接近し、部隊を無事上陸させた。15時過ぎに一旦島から離れ、翌11月22日に、 火力支援のため島に最接近。砲台を攻撃して、安倍ママ守備隊のうち14名が戦死し、残りは自決したと考えられた。安倍ママは11月26日に本隊が到着するまで確保され、後に同等にはマーシャル諸島攻略のための航空基地が設置された。12月4日、ノーチラスは27日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。 1944年1月27日、ノーチラスは8回目の紹介でマリアナ諸島方面に向かった。3月6日、早朝、ノーチラスは1隻の輸送船と3隻の護衛艦を発見。輸送船はサイパン島からの引き上げ車を乗せていた元病院船アメリカガン大阪商船6070トンだった。ノーチラスはアメリカガンに 魚雷日本を命中させて撃沈した。3月21日、ノーチラスは57日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がジョージ・ A ・シャープ、アナポリス1929年組に変わった。その後、ノーチラスはフィリピン方面でのゲリラ支援活動に使用されるため、4月26日にブリスベンに向けて出港し、5月14日に到着した。 5月29日、ノーチラスは9回目の紹介で、ミンダナオ島方面に向かった。ノーチラスには便乗車 RV ボーラー大佐をはじめ、弾薬、燃料、衣類など98トンの貨物が搭載された。これらは6月5日に、ミンダナオ島クランに無事揚陸された。6月7日には、紹介艇に対して、魚雷を発射したが、命中しなかった。6月11日、 ノーチラスは13日間の行動を終えて、ダーウィンに帰祷した。6月12日、ノーチラスは10回目の紹介で、ネグロス島方面に向かった。ノーチラスは、ネグロス島バラトングに4名の人員と貨物を輸送し、6月20日に、揚陸。代わりに、ドイツ人捕虜を含んだ、避難民を収容した。また、6月14日と25日にはスクーナーに、対して、 攻撃を行い、14日の攻撃で100トン級スクーナーを、25日の攻撃では30トン級スクーナーをそれぞれ撃沈した。6月27日、ノーチラスは15日間の行動を終えて、ダーウィンに帰島避難民を上陸させた。6月30日、ノーチラスは11回目の紹介で、フィリピン中部に向かった。7月9日、ノーチラスは、 パンダン島に22名の人員と12トンの貨物を揚陸し、レーテ島方面に移動。7月14日にゲリラ指揮官、カングレオン大祭下4名の人員と貨物をレーテ島山陸に揚陸。ミンダナオ島にもアバケード大佐と特別な貨物を上陸させた。7月27日、ノーチラスは27日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。 9月17日、ノーチラスは12回目の紹介で、フィリピン中部に向かった。9月25日、ノーチラスは、セブ島南東部の類産干渉で65トンの貨物とガソリンを詰めたドラム缶20本、その他燃料を詰めたドラム缶2本を揚陸していた。ところが、作業中に事故が発生して、積み荷の燃料が炎上した。ノーチラスは6インチ砲でこれらを処分し、 引き潮だったにもかかわらず3時間半で干渉の外に出て、夜明けまでにはこの海域を離脱した。9月30日にはパナイ島に接近し、40トンの貨物と47名の人員を擁陸した。10月6日、ノーチラスは19日間の行動を終えて、ミオスウンディ島に帰島した。10月10日、ノーチラスは13回目の紹介で、フィリピン中部に向かった。 ウィンドロ海峡、ルソン島西岸を北上して、バブヤン諸島を通過。10月23日から24日にかけてはの、ルソン島東部海岸に12名の人員と20トンの貨物を、10月25日には、ルソン島、ディブット湾に貨物を揚陸した。10月27日にもルソン島東部で12名の人員と20トンの貨物を揚陸した後、ノーチラスは10月24日に、 ボンベー賞に座礁したダーター、アセスダーター、SS-227 を処分する特別任務を命じられた。10月31日、ノーチラスは現場に到着し、6インチ砲55発を命中させた。ノーチラスの報告の末尾には、ダーターのどの装置もジャップにとって価値あるものかは疑問。スクラップ以外としてはとあり、その報告の通り、 日本軍はダーターから何も得ることはできなかった。11月20日、ノーチラスは41日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。艦長が、ビラード・ティ・マイケル、アナポリス1938年組に変わった。1945年1月3日、ノーチラスは14回目の紹介で、ミンダナオ島方面に向かった。1月20日に、 ミンダナオ島南部リナオ湾で45トンの貨物を揚陸し、代わりに FD マッキーリック軍中佐を乗船させた。1月23日にはミンダナオ島東部バクリン湾に移動して45トンの貨物を揚陸した。1月30日、ノーチラスは28日間の行動を終えてダーウィンに帰島。これがノーチラスの最後の紹介となった。 ノーチラスはオーストラリアからニューヘブリディーズ諸島パナマ運河を経てペンシルベニア州フィラデルフィアに5月25日に帰還し不活性化作業が行われる6月30日に退役式が行われ前方の6インチ方にシャンパンがかけられたその後ノーチラスは7月25日に除籍され11月16日にフィラデルフィアのノースアメリカンスメルティング社に スラップとして売却された。ノーチラスは第二次世界大戦の先行で14個の従軍聖賞を受賞し、主君部大賞も受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。